はい、今回2013年9月中旬に入って鈴木の最新納期の方が判明して、鈴木に関する最新ニュースと新型車の情報を紹介しながらですね、まずは新型車に関する最新情報で、直近だと普通車のソリオの方ですね、バンティとともに5月25日に一部改良実施で、7月28日にはワゴン R スマイルの方に一部改良、特別使用車のハイビット S リミテッドの方ですね、追加して、で先月にはバンの方ですね、キャリースーパーキャリーに新色のモスグレーメタリックを追加して、でリコール情報としては8月31日ですね、そのキャリーがリコールが発生して、キャリーとエブリィがリコール、一部の車が全消灯の構築が不適切ってことで、まあ調整だけで済むみたいですけどね。キャリーとエブリィは3月31日もですねリコールが発生して、で新型車の情報としては、先月8月上旬にスパイスショートの方ですね捉えて、まあ、フルモデルチェンジ間近と言われていて、新開発のストロングハビットの方ですね追加して、安全面とかも強化して、でスイスポに関してはフルモデルチェンジじゃなくてマイナーチェンジに終わるっていう情報ですね。でその他 K の方でヒンジドアのワゴン R とか、あとはスーパーハイトワゴンスライドドア車の新型スペーシアですね、まもなくフルモデルチェンジするという情報で、あと前高低い女性向けのラパンの方ですね、ラパンの方もフルモデルチェンジ間近という情報で、もう6年近く現行ですね登場して経過してきて、では続きまして9月中旬の鈴木の最新納期、はい、では続きまして鈴木の最新納期で、ジムニーシエラ1年から1年半、ハスラーが4ヶ月で、鈴木は車種によって結構納期差があって、でイグニス3ヶ月半で、クロスビーが3ヶ月で、でスマイル、ワゴン R スマイルが3ヶ月改良後ですね、スペーシアが2ヶ月半で、でエブリィワゴン2ヶ月で、ワゴン R が2ヶ月で、スイフト2ヶ月どちらかというと人気車の方が納期が早い印象で、ソリオ2ヶ月で、アルトが2ヶ月で、でキャリー1ヶ月半で、エブリィバンが1ヶ月半で、ラパンが1ヶ月半まあ全体的に納期の方は早めですかね。クロスビー、イクニス、ハスラー、まあ、スマイル、ここら辺3ヶ月か3ヶ月半、4ヶ月かかってきますけど、ほとんどの車種が1ヶ月半から2ヶ月、2ヶ月半で、まあ、ジムニーシエラはやっぱり納期が変わってきますね。正常に一等競合と考えたらですね、納期の方は短縮傾向で、あとここには載ってない普通車にスクードが4ヶ月、ノアの OEM 車のランディが半年か1年という情報で、商用車スペーシアベースが3ヶ月という情報ですね。まあ、ワゴン R とかとそんなに変わらなくて、まあ、スマイルと同じぐらいの納期という情報で、はい、今回2023年9月中旬の鈴木の最新納期と、鈴木に関する最新ニュース、新型車の情報について紹介しました。